リコちゃんとかそのレグじゃないけど、まあ、プルシカもやっぱり幼いながらにもそういうすごいハートの強さっていうか、ナナチは。どうもアンドレです。アンドマです。早速見てきました、劇場版メイドインアビス深き魂の黎明。いや面白かったね。いや面白かった、うん、どれがどんな感じで、ネタバレなしで細かく。え、何、俺は尋問を受けてるの。いや、やっぱ細かく聞きたいなと。 すごい来るじゃん。やっぱ俺にはさ、感じられない感性があるのかなと。ああ、なんかそうアニメに全く接点がなかった。そう感じがするとってことね。そうだね、新キャラのあのプルシュカ。プルシュカだっけ。うん、新キャラの子がすごいめちゃくちゃ可愛かったね。可愛かった。可愛かった。すごい好きになった。いいなと。ロリコンデビューおめでとうございます。誰がロリコンだよ。そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。キャラクター的に。あの対象年齢は大体あの辺がいいとかそういうんじゃない。違う、ロリコンじゃないから。じゃなくて、あ、そういうキャラにしないで頼むから。それでそれで、まあ、プルシカがすごい可愛らしいのは結構こうやっぱ芯を持ってるような子で、うん、結構その主人公のリコとか、レグとか、うんうん、もうそうだけど、やっぱりナナチを忘れるな。あ、ナナチ、これナナチの T シャツ買ったんですよ。おお、本当だ。いや、お前一緒にいたよ。あ、そうか。見てなかった。見てなかった。劇場限定グッズの T シャツ買えなかったんで、ちょっとこれ、秋葉で買ってきました。まあ、すごい人いたもんね、本当に。びっくりした。まあ、こんなに、なんだろう、アニメ映画って、まあ、その、オタクの人とかって、まあ、こんなに本当にいっぱい集まるんだなって。集まるけど、そうグッズが売り切れる、売り切れないものもあったりするから、うん、ものによると思う、それは。なるほどね。あとね、グッズもいろいろ買ってきたんですよ。まあまあ、パンフレット、まあ、このパンフレットにいろいろと細かいこと書いてあるんですけど、やっぱり僕としてはね、このつくし明人先生のこのボンドルドのイラストが入ってるだけで結構嬉しいから、まあ、好きなキャラなんで、まあ、あとは、タペストリーをね、まあ、ね、アニメオタクとか言いながら私この部屋まあ見てわかると思うんですけど、何も置いてないんですよ。まあね、このアニメオタクと、まあ、アニチューバーとして活動するにあたって、まあね、アンドワ君に紹介していたアニメだったりとかの、まあ、グッズでこの部屋を飾りたいと思います。はあ、この部屋をグッズで。そう、まあ、いろんなもの買っていきますんで、まあ、それも後ほど動画で紹介していきますので、ぜひチェックしてください。それで続き、それでごめん、ちょっと途切れさせちゃってごめんね。それで、なんだろう、まあ、リコちゃんとかそのレグじゃないけど、まあ、プルシカもやっぱり幼いながらにもそういうすごいハートの強さっていうか、ナナチは再び繰り返して繰り返して、まあね、一人一人のなんかね、うん、まあ、結構その心情を結構掘り下げていくというか、分かってくるところがあったりするので、うん、まあ、そういうのがね、まあ、悲しいシーンだったりするんですけど、まあ、感動するというか、うん、本当に感動した。すごい速攻で泣いちゃったもん俺。いや、俺も泣いた。びっくりした。自分が、なんだっけ、深夜アニメか。で、泣く、こんなにも初っ端で泣くとは思わなかったね。思わなかった。あ、まあ、結構その感動体質ではあるんだけど、うん、そうそうそう。けどやっぱり、ちょっとね、本当うるっときたね、やっぱり。まあそうでしょう。で、それと、続編制作決定おめでとうございます。ありがとうございます。その続編決定したんで、まあ、メイドインアビスはウェブ漫画でしか私見てなかったんですけど、まあ、その後秋葉で買ってきたんで、お前は続き見ちゃダメよ。あ、俺はダメなの。ダメ。え、それもう生き殺しみたいな感じ。知らない、なかったもんだと思って。あ、見た。存在は知ってるけども。そう続きなんてもうないもんだと思って。まだね、そのね、フレッシュな感想聞きたいから。辛いな俺。でも、ね、その間また違う面白いアニメを紹介していくから。ああ、その間にまた俺アニメ見んの。うん、これからね。あ、これから。そう、今日これから。今日これから。今日これから撮影します。え、この後。この後、まあワンクールだから4時間。いや長いよ。またまた今9時半です。夜9時半。いやバカじゃない。だって明日、え、そこから、うん、まあ、大体1時半くらいに終わると思うから、俺寝てるから勝手に帰ってもらっていいかな。いや残酷かよ。どんだけ投げやりなんだよ。え、でもこれ本当にこれから見るの。これから見る。 EG アニメシアターのコラボカフェと秋葉原の
キュアメイドカフェのコラボカフェに行ってきましたんで、まあ、そちらの写真はインスタグラムの方に上げてますんで、まあ、そちらの方も概要欄に載せておきますので見ていただけるとありがたいです。ありがとうございます。というわけで今後も、まあ、紹介動画だったりとかいろんな動画配信していきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。